驚きというかですね、ついにこの日が来たのかというようなニュースが入ってきました、はい、そうですね、青木ですね、まあ本当直前ぐらいまあ聞いたんですけど、まあ違うとこかですね、まあまあとにかく21年間NPB、MLB 通じてですね、もう立派どころじゃない、大変な成績を収めた選手で、まあ本当にまずはご苦労様、お疲れ様っていうところですね。はい。いかがですか、その、まあ、宮本さんと青木選手というといろいろなやっぱりエピソード物語もあると思うんですけど。そうですね、まあ、最初入ってきた時に、キャンプのバッティング練習に行った時にどういったんですかね、いきなりバックスクリーンに放り込んだりしてたんですよ。で、結構そのヒット打つ選手ですよっていうふうなのを聞いてて、足が速くて守備範囲が広くて、でその中で、まあ、そのドラフト3位とか4位ぐらいで入ったと思うんですけど、まあ、こういう選手これぐらいで取れるんだって思ったぐらい、最初実際にで、まあなかなかバックスクリーン入らないですから、だこいつすごいなと思ってて、でまあオープン戦はそんなに成績残らなかったのかな、でまあ、まあ最初いたのかな、まあ多分いないと思うんですよね、一軍に。でファームの方でかなりの打率で首位打者取って、で2年目、まあ、ここから彼の素晴らしい成績が残っていくんですけど、まあ、彼が出た時は実は僕が1番で青木が2番 で僕は全然出なくて、僕は若松監督に外してくれって言ったんです、もう 悪すぎて。でその時青木も最初はあんまり良くなくて、僕は最初ちょっと良かったのかな、青木も交流戦入るまであんま良くなくてずっと使ってもらったんですけど、で交流戦の一発目確か外されたと思うんですよ。で途中から出て打って、次の日スタメンで、そっからバババって打ち出したんですけど、まあそれは最初の2本はもうすごかったですね、こいつやっぱすごいなっていうところから、まあ本当トントン拍子ですよね、トントン拍子で首位打者で、まあ、2本打って、でまあどれぐらい あのタイトル取ったか僕も分からないですけど、でまあよく巷で言われるまあ揉めたという、まああれはその僕が引退試合終わった後に食事、まあ引退試合見に来てくれたんですよね、で食事行って、でまああの時の話もいろいろしたんですけど、まあ、彼は彼でその何ですか、成績残していって、実績も上げていって、まあ、本人も尖った部分がありましたっていう話は後々しましたけど、で僕もやっぱりチームで上の方だったんで、まあ、そういったところでこう、まあ、立場の違いとかそういうので、まあ、ぶつかりましたけど、でもまあ今考えるともうどっちもどっち、まあ、僕ももうちょっとなんていうんですかね、広い心で接してあげればよかったなっていうのもあるし、まあ、本人も多分そうやってね、食事の時に、そういう風にして言ってたんで、まあ、結婚式とかも言われたんですよ、結婚式来なかったって、はい、僕もその前に僕の同級生の、2回目の結婚式があってですねそれがもう早々に入ってたんですよ。でもどうしても大阪だったんで、どうしても時間の都合がつかなくて、祝儀だけ渡してごめんね、いけないねっていうのがこれ真相です。そうなんです、はい、週刊誌では、青木が嫌いだから行かなかったとか、そんなことありえないでしょ普通に考えて行きますよもし嫌いだったとしてもですよ、普通行くでしょ。でそれを週刊誌に書かれたんですけど、まあそれはそういう理由で、まあ、結婚式は行けなくてというところだったんですけど、でまあ、メジャーリーグの方に行って、そこからまあ特別食事行ったりするっていうことはなかったですけど、まあ、神宮の施設借りたりオフは練習してたんで、まあ、ちょうど喋る機会ももちろんあったんですけど、まあ、実際に僕がコーチに戻った時に、
彼が日本復帰っていうところで、まあ、普通にって言ったらおかしいですけど、まあ、他もオファーあったかもしれないですけど、ヤクルトに戻ってくれて、あそこはもう僕がコーチとしては一番大きかったんですよね。あの前の年96敗してて、大きい戦力補強がない中、やっぱ彼が戻ってきた時にやっぱマスコミも来るし、やっぱキャンプがやっぱちょっとにぎわうんですよね。でそうなった時になんかこう雰囲気も良くなるし、で彼も帰ってきて、どういったんですかね、大人になったって言ったら僕は言い方悪いかもしれないですけど、チームのことをよく考えて、行動もしてくれましたし、彼の背中を見て若い選手がこういうふうにしていかないといけないっていうのも示してくれたんで、ここはもう非常に大きくて、まあ、その年2位になったんですけど、まあ、次の年最下位になっちゃったんですけど、まあ、いろいろ言われてたんですよ。宮本が戻ってるから戻ってこないんじゃないかとか、ちゃんと調べてるね、書くんなら書いてほしいんですけど、まあ、そこは実際に、まあ、単純に戦力としてすごく大きかったですし、あの時なんかで言うと、その青木も最初日本帰ってきて、その日本の野球にちょっと苦労してタイミングがなかなか取れなかったみたいで、まあ、僕もちょっと監督と相談して打順を動かしたりしたんですけど、まあ、最後に2番っていうのがハマって、もうバントしなくていい打線っていうのが組めたんで、まあ、彼の存在は非常に大きくて、まあもうなんていうんですかね、まあ、ヤクルトで歴代で数々ね、すごい成績残してますけど、本当トップクラスの選手だと思いますね。まあ、だから、まあ、今年入って一回球場で、こう年取っていって衰えていくのと戦うのを楽しんだ方がいいよっていう話はしたんですけど、まあ本人がね、なかなかいいパフォーマンスがもうできなくなってっていうところで言うと、まあ潔がいいというか、多分彼がもう一年やりたいって言ったら多分できたと思うんですけど、でまあ自分でそういうふうに決断して、辞めたっていうのは、まあ、本人も納得したんでしょうし、まあファン心理としてはとても残念ですけど、でもまあいい、彼にとっていい野球人生じゃなかったですかね。まあまた帰ってきてやっぱり優勝してるんで、行くまでは優勝経験ないんで、やっぱ帰ってきて優勝したっていうのが、まあ、ましてレギュラーに出て、優勝したっていうのは、まあ、非常に大きいんじゃないかなと思いますね。昨日のやっぱ引退会見とか見てても、はい、その元々、まあ、僕も記事でしか読んでないんですけど、はい、宮本さんとの中でやっぱりそのもっとこうチーム思いになってもらいたいっていう、まあ、スタンドプレーじゃなくてみたいな中であった、はい、そういうことも含めた上で、今なんかもうチームメイトがみんな村上選手とかが泣いてた涙とか、そうですね、はい、なんか一体にする存在になってたんだなというふうに。そうですね、やっぱりまあ間違いなく帰ってきてからっていうのは、まあ彼が中心ですし、まあ村上もね、青木の背中を見て、まあ、いろいろ記事で出てましたけど、怒られたこともありましたとか、まあ、そういうのもありましたけど、そういった中で若い選手にとっても本当のプロってこれぐらいやらないといけないんだなっていうのを、青木はヤクルトの中でね、見せたんだと思いますね。どうですか、またちょっとこうね、現役退いて会ってみたいとかっていうのは。じゃあまあ引退試合見に行きます、はい、僕も見に来てもらってますし、まあ、ゆっくり話できたらなとは思いますけどね。本当に21年間お疲れ様でした、本当に成績ももちろん、すごかったんですけども、やっぱり帰ってきてからの立ち振る舞いとかですね、全てにおいて、見本に、ヤクルトの見本になったと思います。まあ、どういう形で今後活動していくのか分かりませんけど、まあ、もちろん野球に携わって活動していくと思うので、青木が経験したことであったりとかですね、またこれからたくさん勉強してですね、野球界にいいものを残してくれたらなと思います。お疲れ様でした。